んなの知ってますか？赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、生麦、生米、生卵。はい、私は滑舌がめちゃくちゃ悪いのですが、はい、あなたたちはどうですか？わかりません。私もちょっと悪いです。悪い私がお題を出します、はい、その早口言葉を、もう噛んでるしね、その早口言葉を言ってもらいます。それではやっていきましょう。レッツゴー。第1問、赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラ。え、3回言う？ん？1回。何回にしよう？3回にしよう。青カピ、赤カピ、え、赤カピバラ、青カピバラ、キパカピバラ。それでお願いします。青カピバラ、赤カピバラ、キパピカピバラ。え、ゆっくり、早く。赤カピバラ、早口言葉だから。あ、そっか。それではお願いします。せー、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ。それではお願いします。赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カキバラ、キカピバラ。頑張りました。第2問、孫がママごと、孫がママごと、はい。それではお願いします。孫がママごと、ママ、ま、え、孫がママごと、いきます。もう一回、孫がママごと、孫がママごと、孫がママごと。お願いします。孫がママごと、孫がママごと、孫がママごと。頑張りました。ね、なんでなんで。第3問、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。わかんない。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が上手に坊主が絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。お願いします。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おーい。よっしゃー。お願いします。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に絵坊主の絵を描いた。惜しい。みんなも早口言葉やってみてね。この動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラムやってるよ。また見てね。バイバーイ。